はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、高校国語教科書聞き流し、河合隼さんの不思議ということというね、論説を読んでみましょう。さあ、不思議というのは非常に大事なんだっていう話なんですけどね。じゃあ早速いってみましょう。人間は毎日生活している間に、あれ不思議だなと思う時がある。それにも大小様々があり、不思議だと思いつつすぐ心から消えてしまうのと、あくまでその不思議さを追求していきたくなるのと、相当に程度の差がある。非常に簡単な例を挙げよう。夜中にふと目を覚ますと、ビーンと変な小さい音が聞こえる。あれ不思議だなと思う。それが気になって眠れない。とうとう起き出して音を頼りに調べてみると、なんだ、冷蔵庫の音だったのかと分かって安心する。不思議ということは人間の心を平静にしておかないし、分かったという解決の体験があって平静に戻る。不思議の反対は当たり前である。大人は大体当たり前の世界に生きている。ところがそれを当たり前と思わない人がいる。リンゴが木から落ちるのを見て不思議だなと思った人がいる。この人はそれだけではなく、その不思議を追求していって、最後は万有引力の法則などという大変なことを見つけ出した。リンゴが木から落ちることは、それまで誰にとっても当たり前のことだったのに、ニュートンにとっては、それを心に収めるのに大変な努力が必要だった。そして彼の努力は人類全体に対する大きい貢献として認められた。人間は必ず死ぬ。これも当たり前のことである。しかしこれを当たり前と思わず、人間はなぜ死ぬのかと考え続けた人がいる。釈迦牟尼はそれを心に収めるために家族を捨て、財産も捨てて考え抜いた。彼の努力の結果、仏教という偉大な宗教が生まれてきた。これも人類に対する偉大な貢献となった。このように考えると、不思議と人間が感じるのは実に素晴らしいことだと思われる。特に他の人たちが当たり前と感じていることを不思議と受け止める人はなかなか偉大であると言えそうである。子供の世界は不思議に満ちている。小さい子供はなぜ連発して、大人になぜを連発して大人に叱られたりもする。しかし大人にとって当たり前のことは、子供にとって全て不思議と言っていいほどである。雨はなぜ降るの？セミはなぜ鳴くの？あるいは少し手が込んできて、飛行機は飛んでいくうちにだんだん小さくなっていくけど、中に乗っている人間はどうなるの？などというのもある。これらのハテナに対して大人に答えを聞いたり、自分なりに考えたりして、子供は自分の知識を蓄え、人生観を築いていく。子供の不思議に対して大人は時に簡単に答えられるけれど、一緒になって不思議だなとやっていると、自分の生活がそれまでより豊かになったり面白くなったりする。子供は不思議と思うことに対して大人から教えてもらうことによって知識を吸収していくが、時に自分なりに不思議なことに対して自分なりの説明を考えつく時もある。子供がなぜと聞いた時、すぐに答えず、なぜでしょうねと問い返すと、面白い答えが子供の側から出てくることもある。お母さん、セミはなぜ耳に泣いてばかりいるの？と子供が尋ねる。なぜ泣いてるんでしょうね？と母親が応じると、お母さんお母さんと言ってセミが呼んでるんだね。と子供が答える。そして自分の答えに満足して再度質問はしない。これは子供が自分で説明を考えたんだろうか。それは単なる外的な説明だけではなく、何かあると、お母さんと呼びたくなる自分の気持ちもそこに込められているのではなかろうか。だからこそ子供は自分の答えに納得したのではなかろうか。その時に母親が、なぜってセミはミミンと鳴くものですよとか、セミは鳴くのが仕事なのよとか答えたとしても納得はしなかったであろう。たとえセミの鳴き声はどうして出てくるかについて正しい知識を供給しても同じことだったろう。その時にその子にとって納得のいく答えというものがある。その時にその人にとって納得いく答えは物語になるのではなかろうか。セミの声を聞いてセミがお母さんお母さんと呼んでいるというのは、
すでに物語になっている。外的な現象と子供の心の中に生じることが一つになって物語に結晶している。人類は言語を用い始めた最初から物語ることを始めたのではないだろうか。短い言語でもそれは人間の体験した不思議と驚きなどを心に収めるために用いられたであろう。古代ギリシャの時代に人々は太陽が熱を持った球体であることを知っていた。しかしそれと同時に彼らは太陽を四頭立ての金の馬車に乗った英雄としてそれを語った。これはどうしてだろう。夜の闇を破って出現してくる太陽の姿を見た時の彼らの体験、その存在の中に生じる感動、それらを表現するのには太陽を黄金の馬車に乗った英雄として物語ることがはるかにふさわしかったからである。かくて各部族の民族はいかにして我々はここに存在するのかという人間にとって根本的な不思議に答えるものとしての物語、すなわち神話を持つようになった。それは単に不思議を説明するなどというものではなく、存在全体に関わるものとしてその存在を深め豊かにする役割を持つものであった。ところがそのような神話を現象の説明としてみるとどうだろう。確かに英雄が夜ごとに怪物と戦い、それに勝利して朝になると立ち現れてくるという話はある程度太陽についての不思議を納得させてくれるが、その全ての現象について説明するのには都合が悪いことも明らかになってきた。例えばセミの鳴くのをお母さんと呼んでいるとしてしばらく納得できるにしても、次第にそれでは都合の悪いことが出てくる。そこで現象を説明するための話はなるべく人間の内的世界を関わらせない方が正確になることに人間がだんだん気がつき始めた。そしてその傾向の最たるものとして自然科学が生まれてくる。不思議な現象を説明するとき、その現象を人間から切り離したものとして観察し、そこに話を作る。このような自然科学の方法は、ニュートンが試みたように不思議の説明として普遍的な話、つまり物理学の法則を生み出してくる。これがどれほど強力であるかは、周知の通り、現代のテクノロジーの発展がそれを示している。これがあまりに素晴らしいので、近代人は神話を嫌い、自然科学によって世界を見ることに心を尽くしすぎた。これは外的現象の理解に大いに役立つ。しかし神話を全く放棄すると、自分の心の中のことや自分と世界との関わりが無視されたことになる。セミの鳴き声を母を呼んでいるんだと言った坊やは、科学的説明としては間違っていたかもしれないが、その時のその坊やの世界との関わりを示すものとして最も適当な物語を見出したということができる。物語というのは大事なんだね。不思議ということ、かわいい、早いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。